いや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 、僕ももういい年ですから、本当に。上野は一番悪い、全ての元凶。上野いるとこにトラブルありですよね。間違いなく上野いるとこにトラブルありですよ。ただ僕なんかめくられる内容はないんで、早く全部暴露しちゃいいのにと思ってんすけど、俺的にはね、ね、おしっこちびるぐらい嬉しいんだろ、俺が。喜ぶんだろ。晒してほしいよね。上野が出入りしだして空気入れたのがダメンズ崩壊の始まり。上野はそもそもダメンズじゃないですからね、皆さん。上野はダメンズじゃないっつって、ダメンズに誘ったことあるんですけど、俺はダメンズじゃないって言い張ってましたからね。だからあいつはダメンズじゃないですよ、皆さん。そこを勘違いしないでくださいね。あー、奇襲攻撃の前ってゴルチャと豆山がバトルした辺。あ、そうなんですね。あの縄跳びの前じゃなかったんですよ。縄跳びは後でした。上野ふわっちで、高級鳥配信者になってますよ。少なくとも月50万そんな稼げるんすか、ふわっちって。だからあんなもう朝から晩までやるようになっちゃうんだ。でもすごいね、それって。